さあさあ、本日お送りする物語は愛と別れのお話。あるところに仲睦まじい夫婦がいました。しかしある朝、夫を残し妻はこの世を去ってしまいます。現実を受け入れることのできない夫は、亡き妻と再会するための旅に出ます。その旅で夫は何と出会い、何を知るのか。愛別陸、始まり始まり。愛してるも心配してるも、そんなことずっとわかってるけど、嘘ついて恥ずかしかって何も言えなかったよ。あなたにはしまうのだろう。毎日がどれだけ大切かと、いつか言えなくなるのが怖いなら、なおさらさ、素直な気持ちを伝えてもいいかな。嘘ついてでも会いたい、あなたに言いたいの、大好きだよと。伝えたい思いがあるのです。悔しい、悲しい、寂しいはもう言わないでおこう。明日からは、今日からは、お互い道が違うから、僕らたまに会ってはふざけ合って、くだらない話でもしよう。愛してるも心配してるも、そんなことずっとわかってるけど、嘘ついて恥ずかしかって何も言えなかったよ。あなたには会えない日も喧嘩した日も、そんな毎日は愛しく